やっぱそっとじゃないですかね、はい、冒険はしないじゃん、やっぱりやっぱそっとだね、そうだ ね却下された。詰まってる。Thank you.
料理は時間との勝負。そう、今日は二刀流。二刀流だね。今日は二刀流だからね。小谷翔平。小谷、大谷翔平。小谷翔平。小谷翔平、そういう意味ね。感じ。あ、私大好きこのぐらい。いいね、いいね、いいね。おお。なんかお餅みたい。楽しい楽しい。お餅みたい。ほんとほんと。いいね。これいい？もうこのぐらいで。うん、いいよ、パリ。じゃあ、あとは少しスープを温め、ね、いいと思うよ、ほら。おう、ゴワゴワ感があるかもしれない。なんかこの間と全然先週と違うね。そう。いいね、いいね、いいね。はい、じゃ、いただきます。いただきます。カリフラワーのスープ。おお。初めてじゃない、うち、カリフラワーのスープ。そうだね。あまりカリフラワー好きな方じゃなかったから。うん、おいしい。おいしい。スープだったらいける。なんかいつの頃かちょっとカリフラワー苦手だったんだけども、そうそうそう、今日から友達になれるかもしれない。まあカリフラワー君がいいって言ってくれればね。今日から友達だ。あ、このキャベツも2個目の。そうだね、うん、今日はちょっと、ありがとう、包丁の調子が悪かった、なんか太めで。別に食べなくてもいいよ。いや、食べた。うん、食べやすくていいね、一口サイズ。あとパン焦げにすると、ね、あの焦げ目が多くなるから、こう香ばしさが増して、増す増す増す、美味しいよね。美味しい、食欲が増す。うんうんうん、あ、スープに浸しても美味しい。美味しいね。忘れちゃったんだ、うん、うちのキャベツは美味しいね。うん、美味しい、うん、春野菜何やろうか。なんかちょこっと時期が1ヶ月ぐらい被るけど、
人参、じゃがいも。じゃがいもはちょっと焼いたい。焼いたい。オッケー。それでポテトサラダ作りたい。とコロッケ。うん。いいよ。うん。あなたは何か挑戦したいこととかは？常に挑戦してます。ちょっと笑ったら蜂蜜が。そうだね。あなたについていくってことが常に挑戦。私ね。うん。そっか。いきなりこう方向転換してくるから。え、そう？そっち行くのといきなり方向転換してくる。え？みたいな感じ。今年はなんか立ち年だからもっとなんか、ねえ。ねえ。なんかもっと上に上がってっちゃうじゃないか。シートに。ジャンプ。上がったはいいけど、どうやって降りようみたいな感じね。降りない、降りない。そうそうそう。髪の毛切ったじゃない、うん、そしたら、担当の病院さんが、うん、大きなピアスが似合うと思います。何？大きなピアスが似合うわ。病院さん、うん、私もそう思うの。また余計なことね。余計じゃない、余計じゃない。だからね、ついついね、溝で。あ、ほんと白くなってるわ。白いよ。ほんとだ。うわぁ。今雷だった。ねえ、雷。なんか、やってたね、すごかったね。うん、
どうぞ。ありがとう。今じゃあこれ終わるから、なんか食べる？それそうだよね、おやつにするんだからね。しましょう。はい、お正月ね、いろんなとこからいただくからね。うん。あ、美味しいコーヒー。お、大きい。なんかすごいふっくらとして美味しそうだね。美味しそうだね。いい？いただいて。あれ、サブレじゃなかったっけ？サブレだったね。あれ？おいしい。なんだろう、お豆が違う。うん、一貫した手作りにこだわってるんだって。ねえ、おいしいね。おいしい。お豆好きなあなたにはたまらないかもね。あ、おいしい、うん。コーヒーに合う。ありがとう。どうぞ、最後、濡れ。いいの？花豆、いいよ。大きい方取ればいいのに。そう？やっぱりそうしたか。うん、幸せ。はい、お疲れ様です。さっき雪降ってたね。なんか雪と日本酒って合うねえ。さて、こちらは菜園のスタッフさんのスタッフさんの店はこれ一本だからね。そう、肉まんと家族でしょ。なんかどっちもお酒のおつまみだねにはいいよ ね。あと大根で、うん、みぞれ鍋をやりたい。あのおろしていいね。すごい温まるんだよ、うん、あの
なんか2月休みってことなんか野菜の収穫もなくなんか寂しいね。寂しいね。お店の方とかスタッフさんに会えてたのにね。ね。なんか会えないと寂しいね。ちょっと私毎週行ってたの。あと大学の先生もね。そうそうそう。ちょっと寂しいけどでも、うん、いい土を作っていただいて。そうだね。うん。畑でも休んでもらわないとね。ね。また1年間働きっぱなしだから。うんうん